あの件はもしかして、さぞたやすい道中だったでしょうが、ここがお前かーいってエレンちゃうんかーい、あーエレン姿勢よく、はいはい、え、これ可愛くない？見て、私の見て、このビクトリアこのポーズやばくない？お二人とも怖ー顔、どちらに行かれるのですか？でも好きエレンの顔かわいい。人質がいるとしたら隊長のところです。なんでお前そんなエロい顔できるんだよ。お心配なく、ビクトリア火星には十分するくらいです私たちの使命ですもの。頼もしすぎる。なんか言ってはいえないよ。店長、俺はここだ。かわいいかよ。え、それはははは、見て俺の考えた聖域パーティー、なんでこの3人かって言われなくてもわかるよね。おいきましょう。これ迷路難しいんだよな、前かもけど、俺なんか道逃してない、ここ大丈夫、あ、逃してないよね。観測データをしっかり集めないとレベルが上がんないんですよ、このゲーム。全ゼロ迷路減らしてくれればもっと神ゲーなのに。え、それ言ってよかったの？全ゼロやらせていただいてるからさ、あんま悪口は言いたくないなって思ったんだけどさ、迷路めんどくせえよな。迷路くそめんどくさいよね。あ、よかった、今めっちゃ口すっきりしたわ。あー、案件なくなった。俺に案件が来るわけねえだろ。そんなこと言いながら楽しんでるなしなのだ、男のツンデレ需要なし。あっ、お、消えてるガチャ。饒舌しかない。今主演弾けなかった人見てる？今配信見てる？見てる。その目で見ないで俺の配信。俺課金したけどちゃうやん、別にあれだよ、自分の性癖のために課金したわけじゃなくて、俺はお仕事のために仕方なく視聴者のためを思って。こんばんは、全然全ゼロにハマってない犬猫と申します。昨日配信ちょっとやったんですよ。あまりにもストーリーの進行度が遅くて、まだ第2章だったんですけど、まあ第2章終わって昨日配信で、よし第3章ちょっと最初のね触りだけやろっかって思って、配信外で第3章の最初だけやってたら、うわーなんかおもろいなーって思って、気づいたらあの朝日が出てるって思って、気づいたら第3章の最後のストーリーまでやってましたね。みんな言ってたの、みんなコメントで、もうビクトリア火星のストーリー絶対犬猫さん好きだしおもろいから絶対配信でやった方がいいよってあんなに言われてたのに、俺配信会でやっちゃってごめんねって思って、ちょ今からおもろいシーンだけ一緒に見よう。めっちゃおもろい。ちなみにビクトリア火星の初登場シーンクソおもろかった、本当にドキがムネムネするよ。ちなみに猫又も可愛い。かわいいかよ。あの剣はもしかしてあれでしかないでしょ、もうお見事でした。さぞたやすい道中だったでしょうが、ここがお前かーいってエレンちゃうんかーい、あーエレン姿勢よく、はいはい、え、これ可愛くない？嫌いなやついねえだろ、ビクトリア火星。申し遅れました。見て、私ども見て、このビクトリア火星、このポーズやばくない？かっこよくねえ？こちらへ。おい、行きかよ。ポンプもめっちゃ可愛いし、走り方。階段はうまく。おい、リナめっちゃ惜しいんだけど、なんで当たらねえんだよ。はい、ちなみにこれ俺の嫁です。これ知らないと思うけど、みんな俺の嫁です。エレンって言うんだけど、 BGM も神だよな。ここめちゃくちゃあれだよね、ヒロアカの言い出すんだよね。これのね、エレンのシーンがね、めっちゃかっこいいんだよね。もうエレンのことしか言ってないんだよな。ごめん。どなたかが消しかけてきた。ライカンもかっこいいけどね。確か。カリンもリナも可愛いし。うん、そんな。
見てください、このこの反応速度、この顔やばくない？お前人間じゃねえよ、人間じゃねえかサメか。エレン、全員倒しては。おい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 、強すぎんだろう。あら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 、このジャジャウマ感。誰かいる？でも一体片手で持つの字は。さっきはありがとう。あ、エレン、エレン大丈夫って思ったら、ご心配なく眠っているだけです。この前髪さら、何のリンス使ってんだろう。全ゼロハマりすぎ。いや、ちなみにハマってない。原神とかも一回もハマんなかったし、崩壊も一回もハマんなかったし、世間流行ってるかやってるだけでしょってずっと思ってるから。怖ー顔。どちらへ行かれるのですか。でも好き。エレンの顔かわいい。ただの増強だったようです。人質がいるとしたら隊長のところでしょう。なんでお前そんなエロい顔できるんだよ。ダイカさん、戦闘員が持ってたこれ、なんだろう、何かの送信機みたい。 3DS ちゃう。おめでとう。突破の準備を。全員返事揃わないの好き。どうも様子が。なんか強くなってそうだな。まだご満足いただけていないご様子。なんでそんな洒落たセリフがポイ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 出てくるんですか、ライカンさん。え、なんか腕増えてるし。あ、え、二人いたの。何、姉妹とは。そういうこと。噂って本当なの？でももう時間が。プロキシ様、ご心配なく、ビクトリア火星には十分するくらいです。私たちの使命ですもの。頼もしすぎる。なんか言ってよエレン。エレン、もうしないで。参ります。でもこの4人だけでいいだろう、世界救えるだろう。犬猫頼むぜエレン。なにそれー、ベイブレード痛い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 。これでマジで HP 硬いけど、もう一人めちゃめちゃもうダウンしそう。一箇所に集まってくれたらめっちゃ楽なんだよな。敵は疲弊しています。これで終わりたい。エーテリアスが強化したよ。ナイスー。ある人おる？あいた！リン、聞こえるかい？飛行船がビルに近づいてる。どうすんのでも。店長？店長！俺はここだ！かわいいかよ。え？残り10秒。それは、急げ！そろそろやめろ！それができたらもう、コナンやん。コナンの映画やん、これ。すごい。おかしいでしょ。ライカンさんたちには借りができたね。過分なお言葉です。私どもとしてもプロ騎士様という地位を得られ光栄の至りでございます。やばい、あー女の子になりそう。ライカンのムービーを見るときだけは女の子になりたい。ニコ可愛くてよかったね。マジでブスだったらぶっ飛ばしてるぞガチで。一旦 PV 見る。ちなみに引く気ないけどね、チンイは。入力お願い。おい、俺がまた転職したいことがバレちまったじゃねえ。わかんねえ。ずるくねこいつ、機械の力借りて買ってんの。ずるくねえこいつ。なんやろ、鬼太郎みたいなアンテナあったけど。わ、かわいい、ワキ。いや、ワキいいよな。新たな性癖が。続きはまた後ほど。チンギーのいいとこは間違いなくワキと控えめなところと太ももだよね。なんでこいつこんな若いのにこのベテラン感。天に登りたい。言ってること一個も分からんけどな。電気属性。ほう、並べ。兵が一コマで何になる。わしらもいるぞ。かっこいいじゃん。何人猫かな。わしらにもここの平和を守る義務がある。義務がある。宣伝隊。
中国ってマジでこんな感じなの？視聴者に中国人の方います？本当にこんな感じなんですか？強コメント見て情報を集めていたところ、もうこれチンギーの実践紹介動画じゃなくてジジババの実践紹介だ。確かにチンギーを見に来たはずなのにジジババが強すぎて完全に意識を持っていかれた。フォローの混乱を生き延びたジジババだ。面構えが違う。進撃の巨人やめてもらっていい？チンギーに対するコメントも多いけどジジババに対するコメントもめっちゃ多い。31個あるし、まあ、引けないと思いますけど、まあ、一応ね。え？当たった？え？なわけないよね、最初の10連でね。もうやめたっていい、別に。30連じゃ引けないし、アンビーかい、アンビー。まあまあ、20連で出るともまだ思ってないですけどね。おーい、しかし A1 個かよ。ビリー監督やだ、絶対機械だもん。ただのビリーの乳首みたい。でもラストね、出ないですけどね。30連じゃ本当に出へんやないかー、おんときやないかー。